はい、これが話題で、シャープ消すと増える。これ意味が分かんなかったんですけど、消すと増えるってことですね。はい、10時間ぐらい考えて分かりましたね。それでですね、これです。別に、なんだろうと思ってたんですけど、4.8万回の表示か。結構ですね、人が見た。だから今もうすごいことになってるんでしょうね。消すと増える。はい。この野村パターソン。だから、この人ですよ。この人。野村パターソン和孝。ね、これも今フォローしましたね。はい。旭川市議会ですね。市議会。出しとけばよかったな。出しとけばよかったな。まあ、そうなんでしょう。まあ、いいでしょう。ちょっと後で。ね。はい。シャープつけてますからね。高井早苗さんを葬儀大臣にね。はい。ということで、これはもうたくさんツイッターに出てますんで、あとは、まあ、みんなが、最近ですね、私、大衆がすごいなと思うようになってきて、だんだん、だんだん、大衆がすごい。ずっとね、まだ、でもまだまだですよね。民衆の力っていうかですね。まだまだですけどね。結構ね、まあ、一つの目的っていうかですね。まあ、アシュタールさんは、まあ、幸せになりたいんだっていう、共通点ですね。みんなの共通点は幸せになりたいんだっていうことらしいんですよ。私も、それは納得、そうなんだなと。やっぱりね、アシュタールさんはすごいなって。やっぱりね、宇宙人なんだよな。こう人間レベルでね、そうやってものを、人間とは違うなって思うんですよ。アシュタールさんの動画を見てるとですね。あと文字のやつですね。だから、どうしてもね、反発心とか出てきちゃうんですけど、やっぱりそれだけはもう認めざるを得ないんですよね。あとは、まあ、みんなが考えるでしょうっていうことで、私は動画だけ撮っとけばいいかなと思うわけですよね。はい。まあ、何でもですけどね。まあ、人間はみんな一人一人違うと。本当に、本当にそうですね。で、私なんかも、なんだろう。本当に、自分が一番正しいって思っちゃうんですよね。自分が一番正しいって思っちゃうんですよ。だからそれをもうとにかくやめようと。そういうことですね。これはちょっとね、議員だからね、一般の人じゃないですからね、議員ですからね、これはもう徹底的にやっていいと思いますよ、議員だからね、一般人じゃないから、みんなからのね、お金ね、またこれ 無限の富まではいかないでしょうけどね、この人ぐらいだとね。でも結構ね、お金がね、いっぱい困んない人だから。だからそういうのでですね、お金っていうものがね、お金っていうものが悪いわけ、お金っていうものが悪いわけじゃないけど、本当、だからそこですよ。ね、お金のブロックっていうのね、そういう、
ということでね、そんなのもね、ずっとはるか前から分かってんですけどね。はい、どうもすいません。もう本当にね、つまんない動画で。はい、失礼します。